皆さんこんにちは今回は成長会計を取り上げますしっかり学んでいきましょうまず生産関数を見てみましょう生産のためには技術資本労働が必要になります以上がそれぞれを表す記号です生産関数には様々な形がありますが このような形の生産関数を、コブ・ダグラス型生産関数と言います。成長会計の式を見てみましょう。コブ・ダグラス型の生産関数を仮定します。すると、このような式が成り立ちます。式の意味は次のようになります。 式を導出しましょう。コブ、ダグラス型の生産関数を仮定します。まず、自然対数を取ります。次に、右辺を変形していきます。この式の両辺を時間 T で微分すると、成長回形の式が得られます。 ソロー残差について説明します。成長回径の方程式を変形すると、次の式が得られます。技術進歩率を直接的に計測することが難しいため、この式の右辺の値を計測し、代入することで求めます。このような方法で求められた技術進歩率を、ソロー残差と呼びます。最後に、 学んだことをチェックししてみましょうもしどこかにチェックが入らなければもう一度動画を見直して学習しておいてください。